ても、はいはい、あの選手がいい顔してやってるのですごくいいですね、本当に。終わった後、4日目の最後のトレーニングも結構激しかったんですけど、そうですね、今はあのやっぱメンタル的な体勢を少しこうつけるというところで、まあ、あえてあの、まあ、試合の後本来だったらリカバーだったらそういうものをやるべきなんですけれども、少しちょっとこう理不尽まではいかないんですけど、ちょっとシーズン中はないよねというようなあのシチュエーションをたくさん作って今やってますね。でそれがやはり少しシーズン中に心の拠り所になる可能性もありますし、ああいうことをやってきたとかね、そういうのももちろんありますし、あとはでもやはりあのこの中でもうまくなれると思うので、選手がこういうハードな中でも、そこは本当にただハードにやらせるだけじゃなくて、その中で選手が成長するためにという要素は常に持ちながらやっているので、まあ、なのでそこがあるので、おそらく選手楽しんではやれてるんじゃないかなとは思いますね。あとは今は本当に引き出しを選手たちに多く僕らは作っているような状態なんで、まあ、これが本当に今は引き出しをどん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 用意して、どういう状況でどの引き出しを開けるかというふうなことは最後選手の判断に任せてやりたいと思いますし、やはり我々はあのファンサポーターのためにどういうふうにプレーするか、スタジアムに来てもらってその90分間の中でどれだけ僕らが動いているボールも含めて、そういうシーンを多く作りたいので、あのボールが動いている時間が30分だけとかね、あの90分ある中で30分しかフットボールをしてないのであれば、あのチケット代を3分の1ぐらいにした方がいいと思いますし、そういうものではないと思うので、もちろんその勝負にこだわって勝ちにこだわってやる中で、ただそこで勝って楽しませる、その楽しませるというところを僕らは今構築 してますし、その勝つと楽しむは今僕らの中ではリンクさせているつもりなので、そういう意味では本当に選手たちに感謝してますね。今を楽しんでやってくれているイコールそれが勝ちにつながりますよっていうところを、まだ無意識ですけど、おそらく意識的にそれができるようにシーズン始まる頃にはできているんじゃないかなと思いますね。私なんかさっきの引き出しの話じゃないですけど、無意識になるためのその引き出しの言語化ってすごくちょっとこう、はい、思ったんですよね。今日の日記とかでも、そうですね、まあ、僕自身はあまり意識したこともないし、常日頃使っている言葉を監督だから、あのそれをかしこまって偉そうに使う必要もないと思うし、僕は日常で使っている言葉、無理やり英語にするカタカナにする必要もないと思いますし、今選手がどういう言葉を使えば一番理解できるか、もうそれだけを考えてますね。あの僕も言葉足らずなんですけど、そういう意味では本当に選手に響く言葉は何なのかというのはいつも探してますし、今はあまりそれをこう探さなくても、あこれかなっていうふうな感覚にはなってはきてますね、うん、共通項というか選手の中でもなんか共通項が見つけやすくて、そうですね、一体化していってるのかなっていう、うん、まあ、なのであのいい言葉を選ぼうとも思ってないし、言葉をそのままパンと言ったものに対してみんなが同じイメージを持てれば一番いいと思うので、もうそれのただの方法ですね。言葉は一番は喋らないでできるのが一番いいです。明日以降も、はい、頑張りましょう。はい、ありがとうございます。